SDGs に取り組む南陽市の精密板金加工メーカー山形朝日。訪れたのは山形大学の小笠原さん。こちらが管理部門のフロアになります。女性の方も多いんですね。はい、そうなんです。製造部門にも女性社員はいて、こちらの管理部門ですと約6割が女性社員、会社全体でいくと4割が女性社員になります。女性が活躍できる企業を目指している山形朝日。実際に働く女性社員はどのように感じているのでしょうか。自分より年下のもちろん先輩もいるし、年上の管理職も女性の方いらっしゃるので、すごく相談に乗ってもらって助けてもらってます。男性が気づかないような細かいところも気づいてくれて、各部署に回してくれる。コミュニケーションも取りやすいのでいいかなって思いますね。もちろん職場環境づくりにこだわりを持っているのは女性社員に対してだけではありません。こちらが男子更衣室になります。スタイリッシュですね。ロッカーから現場へつなげていくという意味合いで、全部きれいにしてより良い仕事につながるようにという取り組みです。なるほど、気持ちも引き締まりそうですね。はい、男性のイメージがすごい強い職場だったんですけど、行ってみると結構女性の方も部署ごとに女性がいるので情報交換しやすいっていう風に、すごい働きやすい場所なんだなって思いました。全部やろうとしないでちょっとずつ分けることで、こう女性も男性もできることがあって働きやすい場所になるんだなって思いました。